すれ違うたび顔色うかがい避けられる。誰も本心で接してくれる人などいない。でもいいの、今はそれも役目だと感じてる。闇が迫る部屋、鏡の中の自分に問いかける。いつからこんなに怒りっぽくなってしまったの。可愛いお顔が台無しね。ねえそんなにご機嫌取りにならないで。私だって本当は叱られたい、怒られたい。でも言いたくて言えなくて、じりじり焦がれゆく乙女心。誰かが引き受けねばならぬ誤解なら開き直って引き受けましょう。七姉妹というとなんとなくむつまじイメージがあるかもしれないけど、他の六姉妹全員からビクビクされると痛いほどわからん外れた寂しさを感じる。闇が迫る部屋、鏡の中の自分に問いかける。いつから誰にも叱られなくなってしまったの。怒りんぼの代償なのね。ねえそんなに心の距離を置かないで。私だって本当は近づきたい、そばにいたい。でも言いたくて言えなくて、じりじり足踏みの乙女心。誰かが引き受けねばならぬ孤独なら開き直って引き受けましょましょう。